2、3日前の唐日王様ってじゃない、うん、あれ一節載ってましたけど、あれ彼女が書いた、今この曲、中里八幡宮なんていうので、なんかいろいろ歌ってましたけど、私もちょっと見れなかったので、ああ、なるほど、はい、宮の沢川とかね、地元の川の名前調べたんだ。ああ、いいですね。ここのネギさんさ聞いたんだべ。そういうこう行った先々で、もう津軽から出ちゃったりとか、我々あの県外にも行くことあるので、県外に行っても津軽弁でだって、よその人が聞いたら多分外国語に聞こえてるんだろうなと、全部意味をこう教えながらですね、津軽弁を広げていこうというのもありますし、僕たちの世代はまだまだ津軽弁しゃべいっぱいしゃべみんな喋ってるんですけど、若い人たち今津軽弁しゃべらないんですよね。なんでそうなってしまったのかわかんないんですけど、この間、ついこの間、温情して回るっていうのを、私も知らねえ、やっぱ津軽弁使ってね、津軽弁あったりして、わあ、温情して回ったねやって、ある方に言われて、温情すってなんだべって、ああ、ワンドもそういう津軽弁わかんねえ世代になってきてるんだなと、こういう場もあんぞなというので、こういう津軽弁、わざわざ英語を津軽弁に変えて、しかもその地域の、にちなんだ歌詞を考えながら、やっていって、みんなに伝えて、若い人たちにも伝えていきたいなと、津軽弁僕は嫌いな言葉ではないので、でまだ今度は西の訛りも覚えてみたいなと。御社がさっき のメンバー、硫黄のメンバーと話をするとたまにわかんねえこと言ってる時が、五所丸って それがそういうのっていう言葉あったりするので、まあ、統一は無理、もちろんする気もないし、あの無理なんですけど、五所丸は西の訛りも覚えたいなと思うし、ここから先生がどんどんだべと、思ってます。勉強していきたいなと思っておりましたということで、そして今ちょっと ありがとう、はい、またあと、まだあるからね、雷の音なんか作ってみたり、こういうのも僕の好きで、いろいろやってます。